それでは問題2です。まず設問を読んでいきましょう。問題2、問題1でまとめたことについて、あなた自身が見聞きしたことや体験したことの例を挙げながら、あなたの考えを書きなさい。なお、内容のまとまりやつながりを考えて段落に分け、460字以上、500字以内で書きなさい。また、次の決まりに従いなさい。決まりは作文の書き方の決まりです。皆さんで確認してください。では、この問題の内容を考えていきながら、回答例も皆さんに紹介していきます。書くべきことは、文章1、2を踏まえた内容になっていることを書くんですよね。そして踏まえた内容になっている自分の見聞きしたこと、体験です。見聞きしたこと、体験したことないなんて言わずに、なければ自分で想像して合うものを書いていく必要があります。そして自分の考えを言いなさいと書いてあるわけですから、自分の考えを書いていきましょう。そうですね、それで1、2でまとめたことっていうのを振り返っていくと、少ない言葉でも豊かに表現できた、そんなことをまとめましたね。これをもとに自分の体験を書き、自分の考えも書いていくんです。回答例を皆さんに伝えていきます。読み上げていきますよ。はい、兄は昔から言葉数が少ない。私たち家族はそのことでよくイライラする。学校の予定について母が聞いてもいろいろだよであり、成績を父が聞いてもまあまあいつも通りであり、私が何かを聞いてもわからんの一言だけ。コミュニケーションが苦手な人だと私はいつも感じていた。その兄は数年前から海外に留学している。先日兄の留学先の国で大きな鉄道事故があった。兄は鉄道好きなので、事故に巻き込まれたりしていないか家族全員で心配した。しかしそのニュースは日本では少ししか報道されず、兄の安否はなかなかわからなかった。電話しても兄は捕まらず、メールを送っても返信がなく、不安が続いた。ところが兄からの一通のメールで家族は安心した。そのメールの文面は、粉末の味噌汁送ってだった。事故とは関係のない短い文面だが、兄が安心なこと、相変わらずの様子で頑張っていること、それが家族みんなに伝わった。母は喜びで涙を流していた。言葉は少ない字数でも物事を豊かに表現して人を幸せにする、そういうことを心から感じた。はい、こういう作文です。そうですね、前半部分がこれですね。留学先の兄が、事故に巻き込まれたんじゃないかどうか、家族は心配した。そういった時に、全然関係のない短い一言のメールが送られてきて、ほっと安心した。少ない言葉で豊かに表現されたんですよね。で、最後の部分で、言葉は少ない数でも物事を豊かに表現して、人を幸せにすることもあるんだ、と自分なりの考えを述べたという形になっています。具体例を書いて、自分の体験を書いて、自分の考えを述べていく形ですが、これぐらいの字数であれば体験の部分十分に書けると思います。この形を忘れずに書いていくようにしましょう。はい、こういった形で適性検査1、平成21年小石川中の適性検査1の説明を終わりにします。皆さん頑張りましょう。